皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2016年9月の19日月曜日、敬老の日ですけれども、今日の崇拝の言葉は大きく潤う、大きく潤う。今日の BGM はアルバム弘法大師参加歌声の空海の中から、あけぼの誕生祈祷をお送りしています。作曲と編曲歌、私が担当しております。作詞は元仁和寺の教学部長であります宮本光敬先生です。この歌声の空海、こういう楽譜集も出ています。この中に書かれているのはですね、大師信仰の可能性、一代の聖者釈迦牟尼と弘法大師は1200年の歳月を隔てる、大師と今日を隔てった年月も1200年、芸大臣と釈尊を結ぶ線のちょうど瞬間点に、大師降下、大師空海返上金剛はおられる。しかるに釈迦と空海はほとんどオーバーラップする。釈迦理解なしに空海はわからない。おそらく日本の各宗祖師もそうであろう。日本仏教は釈迦の教えが色とりどりに咲いたものだと思われるというふうに、谷本正寿本郷流詠館は書かれております。これが建物の楽譜ですね。この誕生祈祷に関して宮本光敬さんはこう書かれています。ここは讃岐の国佐渡の屏風ヶ浦、屏風ヶ浦岸打つ波の音が聞こえ、玉藻を寄せては返す、その穏やかな繰り返しは長い年月をかけて命の玉を育む営みにも似ていました。讃岐は山並みが美しいと称える。その枕言葉玉藻よしは、海辺がいかに綺麗だったか、その昔瀬戸内海にはマリモが住んでいた、今日では北海道の湖などに見られるくらいでよほど水が澄んでいた、内海の波間に浮かぶ玉藻が想像されます。これが成長し大きな玉藻をなすには長年の月日を要する。時には荒波に潰されてしまうこともあろう。奇跡的に大きくなった玉藻を発見し里人が驚いた。柿の本一麻呂が万葉集第二に歌ったことです。この最初の歌詞は実は柿の本一麻呂の歌詞なんですね。2番3番4番は宮本光敬さんが書かれておりますが、また瀬戸内に茂る樹木にクスノキ、山桃、椿、シイなどの照葉樹林がある。弘法大師空海はそのふるさとを表現し、玉も変えるところの島、クスノキを隠す裏、こういうふうにですね、いろいろ書かれておりました。この弘法大師が生まれる時にはその母上が異名になりました。天竺の僧が現れて懐に入りこう身を持ったという。それから十月十日では生まれなかった。天才は母体に12ヶ月宿るとか、とても面白い話ですね。
日本の歴史上大師誕生の意義は大きい。大師以前と大師以後に歴史が刻印されるほどの衝撃であると思われます。そして弘基5年774年6月15日ついに空海弘法大師は誕生するのです。私が初めて歌を吹き込んだんです、ね、そしてアルバム空海弘法大師の一生を歌にするという作曲を大勢使って書き上げました。そして歌う人がいなかったので私が歌うしかなかったのですが、今日は明け物をそれでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。